誰一人こう最後の一球まで最後のアウトまで諦めることなく逆転を信じて歯を食い縛ってやってくれてた姿にものすごくこう3年生が頼もしかった。卒業した後も野球を続けるもの続けないものそれぞれの道が歩んでいくと思うけど、この高校野球で学んだことっていうのは間違いなく君たちの人生で大きくプラスになると思う。大学当初から甲子園で勝つということを目標にこのメンバーで2年半やってきて、最後みんなで笑って笑えなくてこのような形になってしまって本当に悔しいです。自分としてはキャプテンでエースをやらせてもらって最後チームを勝たせられなくて本当に申し訳ないです。一人一人が次のステージに向けて頑張っていくので、これからも応援よろしくお願いします。本当に2年半ありがとうございました。頑張った。ありがとうね。こっちがありがとうないよ。松尾さん方も人だね。ありがとうね。